気持ちが形になるお気の伝えも3年ぐらい前からさせてもらっております。はい。というわけで、今日は、あの、代表がいなくて、心細いですけれども、はい、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ユ、はい、タサルとウニゲイサビラ。はい。<ー>というわけで、ゆき、はい、さん、今日は何の日か分かりますでしょうか。今日は6月9日ですよね。はい。6月9日といえば、といえば手帳を見ますと。はい。<laughs> ロックの日。 正解です。昨日、ロックの日でございます。<laughs> 語呂合わせで。まあ、これ考えたら、日本だけのことなんですよね。ロックあロック。それで、ちょっと世界でロックの日ってあるのかなって調べたら、はいはい、1>, 1月8日が世界的なロックの日になってるそうで、<ー> 1>, 1月8日っていうのが、あの皆さんご存知で、エルヴィス・プレスリー。はい。 とか、それから、えー、まあ、ついさ最近亡くなられました、デビッド・ボーイの誕生日。あ、はい、そうなんということで、で世界的に1月8日が、はーはーロック、私にとって暑い日ということで、<ー>まあ、ここ日本では今日はロックの日ということで、<laughs> まあ、そしてまた、せっかく沖縄ということなので、はい、沖縄とロックの関係について今日はちょっと調べてきましたので、はい、紹介していきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。 ゆきさん普段歌三振をやられてるはい、はい、ということですけれども、ロック音楽も聞いたりしますか？ロックも好きです。うジャンル問わず音楽が好きです。いいですね。はい、私もロッ私はもう世代今年三十になるんですけれども、ロックといテラはパンクの世代になりますかね。<ー>グリーンデイ、はい、サムフォーティワンなどを聞いていましたけれども、まあこの沖縄のロック。 歴史を遡ると、えー、1964年頃になると言われております。はい、その時っていうのが、ま、後にコンディショングリーンを結成する、はい、まあ、かっちゃんこと、はい、川光勝弘さん、そして後にメデューサというバンドを結成する、キャンさんなどを中心に結成されたウィスパーズというバンドがその走りなんだそうですが、まあ、その頃は、あの、まあ、ベンチャーズ系のサウンドを中心にしていたそうです。へぇー。1966年に入ると、はい、まあ、ビートルズがまあ流行り始めますけれども、うんはい そその子沖縄でではチャマーズといいううバンドが登場していたそうですう私も,もうリアルタイムではないので全くわからないバンドの名前が多いんですけれども、うんはい、そして70年代に入りますとベンチャーズとかビートルズの時代が終わってしまいまして、まあ、その頃から沖縄のロックシンというのは4大ハードロックバンドの時代を迎えるわけなんですが、うん、そのハードロックバンド聞いたことある方も多いと思いますが、はい、キャナピス、うん、そしてコンディショングリーンぶき。 そして紫ですね。はい、もう大御所の皆さんばっかりですけれども、うん、その4つのバンドが、えー、沖縄のロックシーンを、えーまあ、引っ張っていく時代になっていきます。うん、まあその後74年にはメデューサというバンドがまあ参入してくるわけですけれども、その背景にはあのベトナム戦争という ね、実は関わっているんですね。うんまあまり音楽と戦争ってあまりピンとこないかもしれませんけれども、まあ、戦後、沖縄にはたくさんの基地が、はいえー、できてまして、その時からまあアメリカの文化、まあ、音楽も一緒に入ってきたわけですけれども、このベトナム戦争というの頃にのは、沖縄の基地にはベトナムに派遣されるアメリカ兵がたくさん駐留していたわけですね。で、あの、ま、金町とかで、小座今の沖縄市ですとか、そういったところのライブハウスのお客さんというのがもうほとんどアメリカ人だったということで、うん まあこのアメリカ人、アメリカ米兵相手にロックをするわけですから、うん、もう生半可な、中途半端な演奏ができないということで、うん、それでまあ日本本土よりも、あの、題磨きいられて、でもハートも熱くさせられてというようなロッカーたちが増えていったんでしょう。うん、だもね、これから戦場に行く兵士とかね。そうですね。やっぱり状態がもうね、高ぶってると思うから、しい。気持ちを。ううを相手に。うん。うん、まあいろいろ、この間テレビで、その沖縄ロックの、あの、 番組がやってて、その時の,バン,ドのバンドの人が語ってたのは、最初の頃はもうあの演奏中に瓶とかガラスとか、うん、あのに投げられていたって、うん、でも怪我しながら演奏していたっていう話を聞いて、うん、あすごい環境だったんだなと思いましたけどもね。はい、で、そう言って、まあ、ベトナムからまた行く人もそうだし、帰ってくる、うんはい、ベトナムから帰ってきた兵米兵たちのもう精神的に巻いて疲れきっているということで、うん、彼たちは、まあ、あ自分たちの気持ちを紛らわすために、まあ、より大きい音、そ、うん、してより刺激的な歌詞、はい、歌、 ですね。そしてまあ、もう、で、より、本場、沖縄の自分、あ本場、アメリカのか、うん、アメリカの、ロックに近い音楽というのを求めていたということで、うん、まあ、そういった環境もあって、沖縄ロックが、あの、まあ、磨かれていったという時代があったそうです。うんはい、はい。そして、まあ、同じく、まあ、そして、1975年の4月30日に、このベトナム戦争っていうのが、えー、え、結するんですけれども、もうん、はい、まあその途端、沖縄に駐留していたアメリカ兵たちは、急にいなくなってしまうわけですね。うんはい 今まで、このロックバンドたちはアメリカ兵を相手にやっていたんですけれども、このお客さんがいなくなって、うん、もう軍隊が必要なくなったっていう同時に、もう沖縄のロックっていうのも衰退していく時代になってしまったんですね。うん、もう軍の時代から観光の島になっていたというわけですね。うんうん、まあそして、えー、ここでハードロッカーたちはどうしたかというと、本土進出に向けて、うんえー、目指すわけになります。はい、で、この同じ年、1975年の8月にこの紫が本土デビューを、うん 果たすことになります、うんはい、1975年私はまだ生まれていません、うんはい、でこの,、えー、の1976年翌年ですねデビューから4月1日にはファーストアルバムがリリースされてもうファーストアルバムがリリースされてすぐ翌年にはあのー、当時ミュージックライフという音楽雑誌が だったそうで、はい、あ、今,で,、ね、今でも今ではある今でもあるのかあるんじゃないかな、そのまあグループモードにおいて、まあ当時人気があったチューリップとか、うん、で五代後を差し終えて人気投票第一位にまでなったということで、うんうん、はい、知らなかったです、すごいですね、沖縄の昔のロックバンドが、ね、チューリップと五代後を抑えて一位ってことはもうちょ相当な知名度ですよね、そうですね、ねその頃どんな音楽が流行っていたかわからないですが、一郎、うん、<laughs> 兄ちゃんが <laughs>、<laughs> <laughs> はい、すみません。えー まあそういったことで、まあその、えー、この、紫が1位になった1977年っていうのは、ちょうどザ・ベスト10が始まった年でもあったり、<ー>そして今でも人気がありますアムロ、安室奈美恵が生まれた年でもあったそうなんですね、<ー>そういった時代背景があります。<ー>で、その後、この沖縄の6神というのは、どんどん、あこの日本本土に進出していくわけで、<ー>え、コンディショングリーン、ーそしてサンディエゴ、 そしてマリー・ウィズ・メデューサーというのも、うんえー、どんどん本土で成功を収めていきます。うんうん、でこれまで沖縄の音楽イコール、まあ、民謡というイメージが強かったものから、うん、沖縄音楽イコールハードロックという印象にイメージに変わっていったんですね。今でも最近沖縄からたくさんのアーティストが頑張っていますけれどもスピード、うん、マックス、ダ・パンプ他に何がいますかね。あのー モンゴルハッモンゴルそうですね。うん、オレンジ、レンジ HY、HY、うん、ビギンとか。ビギン。うん、もう、キリがないですね。ね<ー> <laughs> たくさんありますけどあそういった沖縄の音楽史を語る上で、あの沖縄のロックっていうのは、もう避けて通れないっていうことは、うん、これ間違いない、だと思います。うんうん ね、私もぜひその時代に生きていたかったなと思う本物の、うん、沖縄ロックを体験したかったなと思いますけどはい、はい、あそれでも今でもたくさん沖縄のロックというのはまだまだ熱い、うん、で今日も6月9日ロックの日ということでコザ、えー、ミュージックタウンではロックの日に関連するイベントもあるということで、うんえー、皆さん、ぜひ足を運んでくださいうん、うん、6月今日あ、今日からか今日からあの沖縄市の音楽資料館音楽村というところがあるんですけどそこで紫展を、ね、されて。 でいろんな資料もあって写真とか映像とか一、はあ、日館長をねそれぞれメンバーが一日ずつされるそうなのであ行きたいというのを実は私、あの那覇で那覇太鼓というエイサー団体をの代表しているんですけどもこれ創作エイサー団体なので、うん、どんな曲でもエイサーにして使っていいんですけども<ー>洋楽であったりロック、パンクヒップホップ、レゲなんでもいいんです。けどもへー そうなんですね。うん、沖縄民謡だけじゃなくて。はい、で、実は、えー、2年前ですかね、あの、那覇で創作エイサーコンテストという、あの、年に1回行われてるエイサーの大会がありまして、この時私たち団体が、この、ま、曲で使ったのが、この紫のダブルリーングウーマンという曲に合わせてエイサーを作ったんですね。えあんな早い曲で <laughs> そうですね。ちょっと今までにないようなエイサーを作ってみたいと思って。 で見事、その年、うん、優勝いたしました。見てみたい。<laughs> 自慢の話になってますけども、ぜひ、うん、YouTube であの、ま、那覇大鼓と検索者たくさん画像が出てきます。えー、その中で、おととしのエイサーコンテストでダブル D リングウンに合わせて A たた、エイサーを大鼓をたたいてますので、ぜひ見てみてください、うんうん、興味がある方は。私も、えー、去年、はい ですね。あの、セルラースタジアムであった音楽のイベントで、えー、全く知らずに、ちょっとあの遊びに行ったら、偶然紫が出ていてですね。はい、その時私、初めて生で見たんですね。すね感動しましたね。えー、かっこいい。今でも子供たちでも、あの、竜神マブヤのテーマソングを歌ったってことで、あの、子供たちも知ってる方多くなってきてるそうなんですが、うんうん、世代を超えて、また沖縄のロックが、これからまた熱くなっていければいいなと思います。はいはい というわけで今日ロックの日ということで紫の紹介を主にしましたので、はい、ゆきさん音楽の紹介お願いしますあ私ですかはいえあの発音良さそうだから格好よくやってくださいわ <laughs> かりましたはい <laughs> まあ,あの紫のデビュー曲まあデビューしたのが千九百七十六年四月一日にリリースされたファーストアルバム紫の一曲目に入っておりましたで実はまず昨日ですね四月あ六月八日にデビュー四十周年を記念して ニューアルバムを発売しました。えー、えクエイサーというアルバムを発売されました。うん、その中でも、デラックス版のみですが、ボーナストラックにライブバージョンが収められているということで、うん、ぜひお聴きください。紫で、うん、ダブルディオインウォーメン。 分これ以降何分ぐらい使いたい。えっともう先ほど内容もないので十 <laughs> 分十分十分あればいい。かなわかんない <laughs>。読めないです <laughs>。

紫のダブルディーリングウーマンを聞いていただいています沖縄手帳発行人の時間この時間は丸るま印刷の提供でお送りしています 沖縄手帳発行人の時間です次のコーナーではここ一週間の中から面白い出来事を紹介します沖縄手帳お持ちの方はぜひ手元に用意してくださいはい、えー、紫のダブルデイリングルーマンかっこよかったですねさて、えー、まあ今日はロックの日ということでしたけれども、はい、さて昨日6月8日は何の日だったでしょうか、うんね 6月8日は特に語呂はない,ないと思うんですけど、ね、旧暦ね、はい、5月4日だから、ゆっかの日ですね。そうです、ゆっかの日。うん、あこれも沖縄手帳、旧暦の、えー、ことも書いてますので、えー、すぐ分かります。はいえー、この、ま、ゆっかの日、沖縄でゆっかの日といえば、は、まあ、りですけれども、はい、り見に行かれたことはありますか、はい 来て沖縄来てすぐの年に那覇ハーリー行ってでほうほう去年伊藤マンハーレー見ましたあ結構楽しんでますね、はいはい、楽しんでますそのうち出てもう出場までするんじゃないですか、はい、本当に腕の力がない絶対それはありえないんですけど <laughs> <laughs> 見る方で、はい、えー、まあ、こちらから沖縄のハーリーについてあのお話していきたいと思います、はいまあ、沖縄ではこのハーリーの鐘が聞こえると、まあ、梅雨が明けると昔から言われていますけれども、うん、もう。 スタジオ向こうの青空が広がって<ー>昨日夜中、結構大雨降ってましたけれども、うんはい、もう梅雨になるんじゃない、明けるんじゃないでしょうか<え>まあ、梅雨が明けるというのは、イコール暑い夏が来るということになりますので、<え>ちょっと <laughs> それもどうかと思いながら <laughs> <え>、えー、乗り越えていきたいと思いますが、<え>えー、この那覇アジこのハーリーというのは、まあ、サバニと呼ばれる、はい、の漁船を使ってスピードを競うレースですけれども。はいはいうん もともとは、この、ミンチ中、漁師の豊漁とか、航海安全を、はい、祈願するためのお祭りとして行われていました。はい、で、この、やはり、まあ、歴史を遡れば、はい、これは約600年ぐらい前の、の、うんまあ、琉球王朝時代に中国から伝わったという話もあります。はいまあ、いろいろ説はあるんですけれども、中でも、えーまあ、14世紀頃に中国に留学した学生が、 この、ま、現地で見た、この波流戦競争を見て、え、ま、戻ってきた後に伝えて広まったという、え、話が残っていたり、また、那覇市出身の、ま、長浜という人物が、ま、琉球の使者として中国に送られたわけですけれども、その中国でこれを見て感動して、で、戻ってきて、王府にすぐ伝えて、で、これがまた沖縄でも広まったという、こう、説など、ま、いろいろ、小説あるそうなんですけれども、どうなんでしょうかね。ああ、うん。 中国の、ね、人に聞いたら、こうよくこ,のこういう船の競争の行事、はいはい、見たことあるっておっしゃってたんで、やっぱり中国ではもうポピュラーみたいですねなるほど、やっぱり中国の文化として、うんまあ、日本国内でも長崎の方でもこういったハリウッド戦競争があるとか、うんまあ、東南アジア、あちこちで行われているそうなんですけれども、うんまあ、この沖縄でのハーリーは、えーまあ、1879年、廃藩事件の時に一時禁止されたりもしたそうで。うん 1879年私は言わなくなった琉球とというふうに覚えてますけれどもあ、はい、であったりまた後の沖縄戦の影響で長らく中断を余儀なくされたということですがまあだけどこれねひっそりと沖縄の漁師文化としてね途絶えることなく。 今でも受け継がれているということなんですね。そういえばそうですよね、うん、そんなね、歴史あるとは思ってましたけど、それはいろんなことあったから、中断したりはしてたんですよね。よねはい、なるほど。それでまた復活されて、はいはい、あちこちで行われているのが、はい、いいことだと思いますけれども、普通あの、一般的にハーリーというと、宮崎君、那覇ハ,ハーリーのイメージが、えー、大きいと、こと思いますけれども、那覇、うんまあ、ハ,ハーリーは、この観光客でも多く楽しめるようにということで、5月のゴールデン,ゴールデンウィークに合わせて開催されておりますが、はい 新歴の、ね、がゆっかの日のハーリーは、えーまあ、沖縄あちこち行われますが中でも有名なのが糸満、まあ、ハーレーですね、うん、生き様を見に行ったという糸満ハーレーですけれども、はいまあ、これもまたよくどうしてハーリーのことを糸満ではハーレーと呼ぶのか、うん、ということがよく疑問に上がるんですけれども、これもまたいろいろ説があるということで、うん、私が聞いた話ですと、まあ、昔はこの競争戦のことをハレブネと呼んでいたそうで。うん でそういうこの晴れ船の晴れから、うん、糸満島、港側の方でもハーレーと呼ぶようになったと言われておりますけれども、うんうん、ゆきさんはまた別の情報をお持ちということで、うん。この前聞いてきたんです糸満ハー晴れの実行委員の方に、んんそしたら、昔は船原らス数部って、ね、んん船を競争させる勝負っていうの。はいはい ね内な口で言ってるだけなんですけど、それをハラセの部分をハラセハラセって取り出して言ってたみたいなんですけど、それが変化したものっておっしゃってました。なるほど、ハラセハラセハリハリはいそうです。なるほど、いろいろなまあ地域によってもこの由来というのまた歴史的見も変わってくるので、まあそれぞれのハリ大会を見に行って調べてみるのも面白いかと思います。まあこの糸満ハーレーですけれども、あの訓抜か性というあの競争がびっくりしました見た時。 私まだ一度も見たことなくてですね、毎回どうしても平日に当たってしまうので、なかなか行けないんですけど、ムクというのは、レースの途中に一斉に船を転覆させて、急いで元に戻して、水をかき出して、横に一回転するんですよ、すごいですよ、これ、元に戻せなかったこととかってないんでしょうね、皆さん、鍛えてらっしゃるからね、それはないと思うんですけどね、また乗り込んで、最後またこぎ続けるという、必見。 ですので、はい、昨日、見逃し方はぜひ来年、うん、<laughs> 皆さん、ちょうど今日、春分にも大きく一面取り上げられてましたけれども、うんえー、今年は西村,が,西村が,が優勝したということで、うん4、4年連続の優勝だったということで、うん、また来年はどこが勝つか楽しみです。うん、でまた、この南部のハー,レー,ハーリーでは、大島のハーリーというのもまた人気がありまして、うん、あの大島といえば、ゆきさん、何を思い浮かべますなんか いしもんあるですよね天ぷら、大島に行かれたことあります。ぜひ行ってください、天ぷら、おいしいですし、作りたてのポっキーきターを、天ぷら、私も先月行ってきたばっかりなんですけどね、天ぷらを食べるためだけに行きましたけど、その大島の橋がかかっている、本島から大島に渡っている橋、5メートルぐらいの高さあるんですかね。そのの橋上から 海に飛び込んで、うん、そこから乗船して漕ぎ始めるという流れ船という、えー、あの競争があるそうなんですえ漕ぎ手全員がですかそうです。漕ぎ手自らが、あはね、あの橋から飛び降りるところからがスタートというこすごいその一つの見どころとなっておりますので、えー、これもまた見たことない方、私もそうなんですが、来年、再来年。えー 全部同じ日に行われますのでね、でね1人に一つしか見られないんですけれども、うんうん、これ、絶対旧暦の5月4日から動かさないっておっしゃってました、糸満ハーレンの方は、そうでしょうね、う平日でも学校、仕事も全部休みにして、はい、でもやるっていうか、すごいですよね、羨ましいですけれども、うん、<laughs> あっ、仁さんもなんかハーレーに出たことがあるとかってはい、実は私、7年ぐらいになりますかね、那覇ハーレーに毎年。はい 出場させて,てもらっておりまして那覇張りのホンバーリーホンバーリーというのはまあ最後のメインイベントで、はい、トマリー、那覇、久米の三チームで争い儀式、うん、的なウガンバーリーというものも有名ですけれども、はい、私は毎日久米のチームで、はい、出場させてもらっております小喜手で小喜ですねすごい、はい まだ私が入って7年間優勝していないので、クメのチューンは、えー、どうなんですか、すごいしんどいですか、<laughs> もうしんどいところか、まあ、自分自身のしんどさもあるんですけれども、<laughs> うん、一番大事なのが、このみんなと息を合わせる、うん、みんなと合わせる練習が、もうこれが勝負ですね。いやあれ練習、何ヶ月とかやるんですか 1>, もう1、2か月前からスタートしてますけれども、えー、なかなか、これが私は一番エイクといって、一番前でこよいきますので。一番英句って 花形じゃないですかとは言いますけれども <laughs> 後ろが見えない分 <laughs> <ー>もう私が引っ張っていくしかないので、えー、目の前にいる金打ちと呼吸を合わせながら頑張ってますけどなんかもう一番エいクになったら嫁のもらい手に全然困らないみたいな話聞きましたけど <laughs> 実際どうでしょう <laughs> 困りながらも <laughs>、えー。 すごいかっこいいですね。ハーリも合わせて、ね、ぜひね、見に来てください、来年は。で、えー、実は今週末、まだハーリー終わっていないところもあります。はい、はい、えー、市佐敷の馬天講で開かれます、馬天ハーリーがありますけれども、それにも実は私、職域レースで出場します。えー、この馬天っというのは、昔、琉球を統一した昭橋。市。 が拠点校として使っていたということで歴史あるユーある港で行われるということで、えー、今年のあ今週の6月12日日曜日ですねはいぜひ見に来てくださいすごい職域レースっていうのは職場対抗みたいな会社対抗みたいなそう,そうですねうはい私はあの今サンゴシャスコーレというところで講師をしているんですけれども、うん、あの那覇にあるフリースクールですねはい、はい、あのそこのチームとして出場します。へー またこのナハーリーの船とこのバテンハーリーの船とまた大きさもエークの貝の太さもまた全然違って漕ぎ方もまで変わってくるのでねちょっと感覚があの分からなくなったりもするんですけど<ー>、はい、このエークでその本番に使うエークでいつも練習すすす、るんででそう本番で使う船とエークでへえ仁さんすごいですね踊りもするし、A A、さんもやるし <laughs> <laughs> ハーリーの小ぎてもするし、なん、えー、もう沖縄文化全部やってみるみたいな感じ。とってもまあ言い換えれば浅く広くということで <laughs> <laughs> 好きなことはやっとこうっていうだけの、えー、話ですけれども。いでもいいと思います。はい。はい。じゃあそろそろお時間になりましたので、はい、また来週も私ヨナなハジンがお送りいたします。お楽しみください,、はい。はい、沖縄手帳発行人の時間でした。ではまた来週。 この沖縄のが好きという気持ちが形になる沖縄手帳の編さの、えー、お手伝いも3年ぐらい前からさせてもらっております。はいというわけで今日はあは代表がいなくて心細いですけれども、はい、頑張っていきたいと思います。よろしくおというわけで、えーはい、ゆきさん今日は何の日かわかりますでしょうか。今日は6月9日